やっぱり正義の味方の方が断然可愛い。お前もそう思うだろう？はい、どうも、原神ガイア役の鳥海浩介です。あ、そうですね、テレビの CM の方もね、ナレーションもやらせていただいてるんですけども、そちらのね、やつでも言ってるんですけど、まさに走って登って泳いで空を待ってみたいな、本当にそのオープンワールド RPG ですか、まさにそれを、まさにそのまんまというか、すごいなと、世界観の広がり方というか、その画面の中が本当にその奥行きがあるっていうか、まあ映像もすごい綺麗ですしね、うん、なんかすごいな、今のゲームすごいな、原神すごいなって思いました。はい、そうですね、ガイアさんはまあ基本的にはすごくそのひょうひょうとしているというか、腹の底が読めないような、何考えてんのこの人みたいなキャラクターだとは思うんですけどもね、いやいろいろね、何かがありそうな、もしくは何にもないのかもしれないね。そこはまだ全部がね、この先も続いていく、収録自体も続いていくものなので、まだ全部が描かれているわけではないんですけども、現状ですね、撮っているものとか、今まで撮ってきたもので考えると、非常に奥の深い人物といいますか、うん、まだまだ何かがありそうな、なさそうな、ね、非常に楽しみな人物ですね。その彼が本当に何をか、まあ一応立場的にはその騎士団のね、割と偉い人ではあるんですけども、そのいろいろ知ってるような、知らないような、いや知っているな知っているんですけども、その誰に対しても基本的にはそんなに対応とかってのは変わらない人ではあるんですけど、なんかディルックさんとかと絡んでるシーンとかになると、割とその演出の方たちからの指示も結構多いですし、細かい部分での指示もあったりだとか、うん、なんかその2人の関係性みたいな、距離感とかそういった部分に対してすごくこだわりがあるような印象ですね。だからこれからガイアさんがどんな風に変わっていくのかとか、描かれていくのかっていうのは僕も非常に楽しみです。似てる部分、似てる部分ですか。酒大好きです。うん、いやー、なんかね、あんなに立派な人じゃないですよ、ただのおじさんですからね。うん、まあ、似てない部分はいっぱいありますけどもね、まあ何でしょうね、一番似てないのは、そうだな、アイパッチ。そうですね、やっぱりディルックさんが、その先ほども言いましたけども、そのディルックさんとの絡みのシーンが、まあ、実際ちょっと多かったりもするんですけど、なんかその演出側のこだわりとかを非常に感じるので、うん、なんかこの先もなんか2人のストーリー、もちろん他のキャラクターとのストーリーもあると思うんですけども、なんか現状今まで収録してきたものの中で考えると、そのディルックさんが非常に気になります。立派な人ですよね、ディルックさん。なんかすごく、ガイアはどうなのかな。あ、そうですね、まあ僕は泳げないんですよ、金槌ってやつですかね。なので泳いでみたいなと思います。泳げますもんね、この世界。あとやっぱりちょっと空飛んでみたいですね、うん、自力でどうにかして、うん、何でもできますから、この世界ね。だから普段できないことがやれるっていうのは非常にいいなと、泳いだり空を待ってみたりしたいです。はい、ということで、そうですね、ついにいよいよ皆様のに楽しんでいただける環境になったということでね、いやーね、
登録、事前登録の方たちも非常にたくさんいらっしゃったということで、皆さんの期待をひしひしと感じるタイトルでございますけども、まあキャラクターいっぱいいるんで、それぞれにねお好みのキャラクターを見つけたりだとか、このキャラクターで遊びたいなっていうのはあると思うんですけども、まあ当然私ガイアですからね、ぜひ皆さんにはガイアさんを使ってたっぷりプレイしてほしいなと。なんかねその好感度みたいのも上がっていくらしいんですよ。だからガイアさんをずっと使い続けていくと、なんとガイアさんのストーリーどんどん広がっていくらしいですよ。まあ他のキャラクターもそうなんでしょうけどね。なのでぜひガイアさんのあれやこれやを皆さんに知っていただきつつ、こちらの原神というゲーム自体をですね、非常に多くの方に、楽しんでいただければ非常に嬉しく思います。ということでガイア役鳥海浩介でした。さようなら。